皆様、こんばんは。こんばんは。今日はご参加いただきましてありがとうございます。子育ての悩み博覧会ということで、まもなく配信していきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。カメラは、はい、ありがとうございます。オンでも結構でございますし、オフでも結構でございます。オンだと、私たちも気分のノリで喋らせていただきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。続々とご参加いただいております。はい。ではですね、始めていきたいというふうに思っております。まずは子育ての悩み博覧会ということでご参加いただきましてありがとうございます。プレゼンテッドバイ神山まるごと高専ということで、当校神山まるごと高専という新しい学校でございます。イベントですね、いろいろ企画をさせていただいている中で、今回、子育ての悩みというところにフォーカスを当てています。様々ですね、やっぱ悩み、子育てに関して悩みたくさんあるんですけれども、その悩みにですね、できる限りお答えしていきたいと、そんな思いでやっております。冒頭ですね、少し自分的なアナウンスもさせていただきたいと思っております。QR コード。今、画面の方にですね、表示されていると思うんですけれども、画面の方の QR コードを読み取っていただきますと、今回のイベント出席確認ということができますので、ぜひ、スマホでですね、読み取っていただけますと嬉しいなというふうに思います。で、今日ですね、子育ての悩み博覧会ということで、これシリーズでやらせていただいておりまして、これまでは、そう、進路選びってどうしたらいいんだっけとか、これからの女子の進路ってどういうのがいいんだっけとか、いろんな企画をさせていただいている中でですね、で、今回は、いろんな皆さんからいただいたお悩みの中でですね、一番多かった、そんなお悩みについて、伺っていきたいというふうに思っております。今日の副題なんですけれども、これからの教育にかかるお金のリアルということをお題とさせていただいております。今回は背景として、お伝えさせていただくとですね、やっぱお金周りについて、非常に質問が多いトピックだったんですよね。で、お金といえばですね、どういった人たちに話を聞けばいいかなということをいろいろ考えたときに、マネーフォワードさん。このですね、マネーフォワードさん、実はですね、マネーフォワードの代表の辻さんには、個人として、ファウンディングパートナーとして、当校のですね、神山まるごと高専の学校設立に立って寄付をいただいておりまして、当校のつながりを持ってたんですよね。で、しかもこの寄付に関しては、当校の本当にまだ、構想が、練られていた最中ぐらいですね、本当に初期のことでございまして、初期に投稿を寄付いただいたという事実自体がですね、他の経営者の方々にとってもすごくありがたいところだったわけです。で、そういったご縁もありまして、今回お金のリアルというところをお伝えしたいという中で、お金の会といえばマネオフォードさんだろうということで、ぜひ何か、こういったところにご協力いただけないかということで、お話をいただいたところを今回ゲストとして来ていただきます、中村様をご紹介いただいて、今回の事件になったというところでございます。で、この後ですね、中村さんもご紹介していきたいというふうに思いますけれども、時間たっぷり一緒に楽しんでいけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。改めてありますけれども、公式 LINE の方からぜひ確認ご協力いただきたいと思っておりますので、まだ読み取りになった方は、こちらの方から読み取っていただき、また、チャットの方でもですね、後ほど、出席確認の URL を送りたいと思っておりますので、ぜひそちらの方もご活用いただけたらというふうに思います。はい。そしてですね、当校の、事務局長を務めております、神山まるごと高専事務局長の松坂と申します。本日はモデレーターを務めさせていただきます。私自身もですね、2人の、娘がいる、そんな父親でもありまして、今回のお金の話に関しては、いろいろと突っ込んでみてみたいなというふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日のイベントの流れです。まず、みんなの子育ての悩みということで、事前にアンケートを出させていただいたものがありましたので、そちらの方のアンケートのご紹介、そして中村様をゲストにですね、子育ての悩み博覧会ということ、そして投稿のご紹介も少しさせていただいて、最後終了していきたいというふうに思っております。では、まずはじめにですね、子育ての悩み、皆さんがどんなことに悩んでいるのか、こういったことをですね、事前にアンケートを取ったデータがありますので、ご紹介していきたいと思います。選択肢6つほど挙げさせていただきました。お金に関する悩みというところの部分を中心にということだったんですが、なんと一番最初にですね、1位だったものがですね、子供の特性に対応する選択肢がわからない。実はこれが一番多かったということで、私たちとしても、なるほどなというふうに思った次第でした。
で、そして2番目ですね、高等教育、高校大学のための、まあ、資金計画が不安と。まあ、少子化無償化していく流れということもありますので、そういった流れに対してですね、やっぱり高校、大学といった、こういったところに関してはかなりバリエーションもあるのかなというところで、こういったところに関する備えってどうしたらいいんだっけというのがお悩み。で、また、そもそも全体像を分かってないぞというようなことも、2番目ですね、多かった質問でした。で、そしてですね、補助金支援制度、そして他にもたくさんありましたけれども、こういった形で、さまざまな悩みが皆様からお寄せられていたというところでございました。で、他にもですね、皆様からいただいた、実際のお悩み、どんなことか言いますか、どんなことを聞いてみたいですかということを皆様から集めたところ、で、その集めたものをですね、皆様の方から、いただいたものをテキストマイニングでちょっと分析をかけてみました。そうするとですね、一番、でかいものからですね、皆様のお悩みというか、声が大きかった部分なんですが、まずでっかく私立、まあ、公立というところ、私立なのか公立なのか、当然お金はかなり違うところがありますよね。で、そういうところだったりとか、まあ、大学進学という、まあ、ある程度先のことも含めた部分。あとですね、もう一つ、分かりにくいという、見えにくいとか分かりにくい。まあ、当校も学校を運営しているところでいくと、こういったところは非常に、考えながらですね、やっている部分もありますので、なかなか子育てに関するお金の部分、分かりにくかったり見えにくかったりする部分もあるのかなと思いますし、各ご家庭の方針、非常に出る部分なのかなというふうに思いました。あと面白いです。煮詰まるっていうですね、どういったところから来たんだろうというような、で、そんな面白いワードも出てたことが非常に特徴的だったのかなというふうに思いました。生き抜くとかも左側にありますね。はい。またですね、中学卒業後の進路予定、まあ、今回公立私立というところの話がありましたので、どういったところなのかということを、進路先として卒業後どんな進路を考えてますかというところでいくと、まあ、公立が非常に多くですね、公立の高校や高専、進学、通学というところですね、私立も一定数いらっしゃいまして、そこに対しても寮生活とか、そういったこととか、まあ、海外とか、別の選択肢を考えているよと、そういった方々もご参加いただいているという内容でございました。というのはですね、いろんな前提条件もありながら、早速ではありますけれども、子育ての悩み博覧会ということで、専門家と共に考える、実際のセッションに入っていきたいというふうに思います。本日ですね、ご紹介させていただくのは中村さん、FPO 室株式会社代表取締役でございます。本当ですね、いろんなところで、キャリアセミナー、マネーセミナーという形で、講演などもされていらっしゃる、お金のプロフェッショナルということで、今回ご紹介させていただきたいというふうに思います。では、中村さん。ぜひよろしくお願いいたします。はい、中野と申します。皆さんこんばんは。はい、今回ですね、ご機会いただきましてありがとうございます。実はですね、神山丸ごと高専さんでは、ちょうど息子が今、高1なんですけどね、去年、どうしようか、受けようかっていうところで散々悩んだんですけど、結局ちょっとアメリカの方に行っちゃったんで、受験することはなかったんですが、本当にいろいろ調べさせていただいて、非常にいい学校だなと思ってたところで、こういうお声掛けいただきましたんで、とても嬉しく思っております。私は日頃ですね、FP の、事務所をですね、経営をさせていただいておりまして、だいたい毎月ですね、300件から500件ぐらいお金にまつわる相談を受けさせていただいております。その中でやっぱり2割ぐらいがですね、教育費ですね、これから子供を育てていく上で、どれぐらいお金かかるんだろうっていう相談をたくさんお受けしておりますので、まあ、その中で、まあ、いろんな、事例とかですね、ございますので、あといろんな国の制度とかもね、ございますので、そういったところからですね、まあ、皆様にお役立ちできるようなね、情報提供できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ぜひね、本当にいろんな、ご家庭さんとかいろんな事情がある中でも、いろんな形でご相談に乗っていただいている方ですね、ぜひ、いろいろと突っ込んで話が聞けていけたらな、というふうに思っています。で、今日ですね、特に、子育ての悩み博覧会というところでは、様々なですね、トピックをご用意させていただいてまして、こんな悩みあるよね、という、まあ、そういったことをですね、今回取り上げさせていただきたいというふうに思っています。で、今回大きく言うと6つのテーマについてご紹介させていただきたいというふうに思っています。で、まずは、今回実はお悩みが一番多かった。そもそも特性に対応する選択肢がわからない。まあ、こういったお悩みから、続いては子供教育にかかる費用の全体像。で、ぜひ全体像をしっかりと理解いただいた上でやっていきたいというところなので、このあたりは特にね、いろんなデータとかもそういったこともご紹介いただきながらというふうに思っています。で、また、資金計画を立てていく上で、特にお金が、ね、選択肢のいろいろかなり差が出てくる部分である、高等教育とか高校、大学といったところの部分ですね。あとですね、習い事にいくらかけるべきという、こういった、ね、本当に身近なところのお話だったりとか、
補助金とか奨学金とか、最近非常に増えているところがありますので、こういったものをどう活用していくのか、そもそもどうやって情報を取ったりも、そんな話もやりました。またですね、周りに相談できる人がいないということで、確かに私自身もそうですけど、お金の問題ってね、なかなか相談するの難しいところもありますよね。そのところを、どんなふうにしていくといいのか、こんなこともですね、ぜひいろいろご意見いただきたいというふうに思っております。今日はですね、一つ一つ順番にやっていきたいというふうに思ってますので、まずは早速、仲間さんの方に聞いてみたいなというふうに思います。子供の特性に対応する選択肢がわからないということで、実際のお悩みが下に並んでいますので、ちょっと一つずつやっていきたいなと思います。現在、私立学校に通っています。好き嫌いが強く、やる気のない科目があり、いくらかかってると思ってるのと、つい思ってしまうという、なんかリアルな悩みですね、これね。すごいね。はい。そういったところで、実際にね、良かれと思って、当然、私立学校、こんなのいいんじゃないかなというふうに思って、いくらかかってるっていうね、そのところの部分は当然ご家庭では思うわけですけれども、そのところの部分で、どうしたらいいかなと。これ、そもそも合ってるんだっけ、こんなにお金かけてるのとか。あとは、特性を伸ばして持たいと思う反面、当然、限度もあるので、このお金の使い方って、本当に子供にとっていいんだっけ。そんなことはですね、お悩みとして、多かったようです。非常にお金だけにはない部分があるわけですけれども、そもそもみたいなところもちょっとありますけれども、中村さん、こういったお悩みに対しては、中村さん的には、どんなふうに、まず、こういうところからは、押してからいいかもしれないねとか、ぜひ少しアドバイスいただけたらなと思って、いかがでしょはい、わかりました。6つあったご質問ない、正直一番難しい質問かなという。か。すいません、一番最リピー初トに。してね、なかなか答えにくいところではあるんですけど、ちょっと私の実体は験い。とか含めて、あと、身の回りのお話からになるんですけど、私、子供が高校1年生と高校3年生なんですけど、正直小学校、中学校と、いろんな習い事させたりとか、いろんな、お金をかけてきたり、かけなかったり、いろいろあったんですが、率直にお金の中によって、子供のその選択肢というか、その興味持つ度合いとかですね、そこによって、費用対効果的なところで言うと、あまり関係ないのかなっていうのは正直思っておりますね。例えば、うちの息子、今、高1なんですけど、いっぱい習い事とか、小学校からさせたんですけど、ー。ええー、そうなんなかなかです続かね。なくてですね、すぐ辞めてしまったりとか、あと部活も3例えヶば月どんでなの辞めやってたたんり。ですか？はい。習い事、例えばどんなのやったの？柔道であったり、水泳であったり、空手とかですね。サッカーもやりましたし、いろいろやったりとか、どう子供のまさに特性を引き出そうかと思ってですね、結構いろいろやらせたりとか、あと私もずっと体育会系だったので、スポーツは絶対やらせたいっていう固定概念がありましてね、結構いろいろやらせたんですけど、結果的になかなか本人の中でうまくフィットしなかった。で、お金かけたものあったんですけど、結果的に全然、例えば卓球のラケットを本当に3日で壊してしまったりとかですね、そういうのも結構あった。結果的に、意外と、なんですかね、お金かけずにはまったことがありまして、例えば自転車をですね、中古の自転車を1万円で買いましたら、それが本人がすごいはまりまして、そうなんで、です結局ね。その後ですね、中2で日本一周自転車したりとかですね、すごいですね、これは。そういうこともあったので、やっぱりいろんな、そう言ってもいろんな選択肢を提供していったりとか、親の子、どうしても自分の育ってきた環境とか、自分がこういうことが良かったっていうところに取られがちなんですけど、ああいうそういう取られずにですね、子供の好きなこととか、興味持つようなこと、いろんな選択肢を与えてみる中で、その中でピックアップしてくれればいいのかなっていう、ある意味そういった感覚がやっぱり大事なのかなっていうのはすごく思っております。なあるとほは、どね。そう言っても家計のところはあると思うので、当然、この後その話するライフプランニングとかシミュレーションのところでもお話ししたいと思っているんですけど、やっぱり無理な出費は絶対すべきではないと思っています。やっぱりお子さんの人生だけじゃないと思いますんで、当然ご夫婦のね、親御さんの人生、老後とかもありますんで、そういったトータルも含めてですね、やっぱ考えるべきですので、決して無理はせずに、かかった金額に関しては子供にしっかり開示しつつですね、いろんな選択肢を与えていくのがいいのかなというふうには思っております。子供にもやっぱりそういうのはある程度見せていくというか、そういったことの方がやっぱりいいんですか？そうですね。もちろん、何歳かとか、小学生なのか中学生なのかってやると思うんですけど、特に中学生ぐらいに入った時には、お金の感覚っていうのはとても大事だと思ってます。はい、で、しかも、小学生とか高校生、中学生、高校生に我々出張してですね、学校で授業をさせていただいてるんですけど、やっぱ早めにそのお金の感覚っていうものを身につけとかどうかで、やっぱりその、将来的な
キャリアプランとかですね、まあ、変わってきますので、まあ、そこの金銭価格っていう意味では、しっかりお伝えすべきかなというふうに思ってます。なるほどね。確かに、これ、笑い話みたいな話なんですけど、金銭感覚とかそういったものってすごい大事ですよねって話の中で、例えば自分が住んでる家って、これっていくらぐらいすると思うみたいなことを、小学校の娘に聞くとですね、10万円ぐらいですかみたいな。こう桁が違うぜ、みたいな あるわけですよね。小学生からするともうなんか万を超えたらもうでかいものみたいな ありますよね、多分ね。で、そういう意味で言うとね、そういった感覚を身につけていくとか、そういったことで言うと、こういうことを、まあ、そもそも開示していくとか、まあ、オープンにしながら話し合っていくとか、そういったことも重要だってことなんですかね。とても大事だと思います。やっぱりお金の話って結構子供意外と好きですからね。あ、そうなんですか。意外と子供はやっぱ好きです。そこに対して、やっぱ親として、逃げずにというか、正面からちゃんと、こんなかかってんだからどうだとか、そういう話じゃなくて、実際こういうふうにかかっていて、自分たちの給料はこれぐらいでっていうところはですね、やっぱ話すべきかなとは思いますね。確かにあれですよね。それこそさっきの公立私立みたいな話でも、そもそもね、私たちは公立と私立だと値段が違うんだってことはわかるわけですけど、制服が可愛いから私立みたいなこと言われると、おいみたいな。なぜ制服が可愛くなってるかというと、みたいな。言わなきゃいけない部分もあるけど、それ確かに。なるほど。実際ごめんなさい、これちょっと突っ込んだ話になっちゃうかもしれないですけど、の例えばご家庭自身での、それこそ子供に対する金銭感覚の教育とか、お金の教育みたいなのって、例えばどんなこととかされたりしてるんですか？そうですね。実は、中学入ったぐらいからですね、少し投資ですね。名義が、子供の名義でできたりもするので、そういったことで教えていったりとか、あと、やっぱり結構、うちの子供が興味持つことが多いので、いろんな質問を結構ぶつけたときにですね、結構一生懸命そこは解きほぐしながら話はしたりしてますね。なるほどね。確かにそういう重要なことだからこそ、まずぶつけてみる、話してみる、その中でリアクションを見て、アンテナが立ったものについて触れていくっていう、そういうことは、まあ、ずっとね、一生離れない問題ですからね、お金の話って。重要なのかもしれないですそうですね。ね。ありがとうございます。特に私どもも、やはり選択肢みたいなところに関しては非常に向き合っているところがあるんですけども、まさにこういう選択肢が、まあ、わからないからこそどうしたらいいのかっていうことも、また一つ大事なポイントなのかなというところでは、トピック2に入っていくんですが、まあ、子供の教育に、かかる、そもそも全体像がわからない。やはりこうね、そもそも特性がわからない中で、親が何できるかなって考えると、わからないなりに、とはいえ選択肢が広い方がいいのかな。でもそうするともう無限に用意しなきゃいけない。いくら用意、まあ、あるだけ、でも、いや、そもそもどれぐらいかかるんでしょう、みたいな、そういったことは、まさにある部分なのかなと思います。いくつか上がってます。一人当たりどれぐらい教育費を準備すれば、大学まで安心して通わされるんでしょうか。また、子供が普通にいるんですが、資金がいつどれほどかかるのか理解できないので不安です。時代したりですね、漠然と、なんとなく不安があります。非常にこう心の声としてあるのかな、というふうに思います。このあたりは、ぜひ、先ほどの話も含めて、少し情報いただけたらなというふうに思いまりす。ました。はい。ちょっと画面共有いただいていいですかね。はい。本当にこのようなご質問が一番多くいただくご質問なんですけど、まず全体像からお話をさせていただくとですね、これは平均的な数値になってきますので、当然各講座でね、だいぶ違いはあると思いますが、幼稚園から高校までの教育費っていうところです。やはり公立なのか私立なのかっていうところで大きな差が出ます。で、一方でこの右側の方がですね、こちら大学の教育費になってくるんですけど、国立、私立文系、私立理系、私立、医科歯科系というところになってきますが、ここを見ていただくとわかる通りですね、もう一目瞭然でして、やはり、幼稚園から高校までと、やはり大学っていうところですね、年間の学費っていうところで大きな差はあります。なので、やはり基本的には大学の費用をどう準備するかっていうところでですね、計画を立てていくことがとても大事かなと思います。あなとる一つ、今、小学生で、ね、私立行くとなると、全然変わってはくるんですが、それ今、だいぶ高校無償化とかですね、いろんな国の手当、今後、国の方も昨年末にですね、いろんな方針を発表して、かなりの、
助成がありますので、やはり大学っていうところを一つターゲットにしていくのがとても大事かなと思います。なるほどね。はい。やっぱり教育に関しては、やっぱりこういう形で、お金もやっぱりかかっていくってこと自体を、まあ、そもそも国が意識してるってことは非常に大事ですね、今ね。そうですね。で、そういう意味では、ちょうどですね、これ今か、ですね。あ、これ画面変わりましたかね。はい、映ってます。これ、子供未来侵略マップといって、政府が、去年発表したものになるんですけど、まあ、皆さん今、今日、小学生、中学生のお子さんお持ちの親御さん結構多いとは思うんですけど、はい。まあ、この辺見ていただくと、まず、やっぱり児童手当の延長っていうところとかですね。あと、多子世帯の授業料を無償化していこうとか。あと、修士段階の学生に、こう、授業料の後払い制度を入れたりとかですね。こういう制度はかなり入ってきておりますので、かなり、子育てという意味では、まあ、今まで良いかっていうところになりますが、だいぶ国の、援助も手厚くなってくるかなというのはありますね。なるほど。この子育てマップみたいなことに関しては、政府もかなり力を入れてやってる様子がありますよね。私も実際この政府文書を読んだんですけど、日本のラストチャンスだっていう、すごいこう熱いメッセージから最初始まってたのが非常に印象的で、しっかりとここに対して向き合おうとしてるんだなというのはすごい感じますね。そうですね。あとですね、そのお金のこの学費の部分にかかる計画のところで、結構重要なポイントになってくるのがですね、これは私どもがライフプランニングといって、まあ、いろんなご質問に対して、まあ、明確な方向性であるとか、的確なアドバイス、あるいは解決策をご提出するための根拠的になる資料になるんですけど、まあ、お子さんにどういう教育を受けさせたいかっていうところで、一旦、例えばこのように、公立、まあ、高校から私立で、大学が私立文系で、自宅から通学するみたいな形で一応想定をしてですね、まあ、どれぐらいの学費がかかってくるのかっていうところ、毎年ですね、ご夫婦の年齢別ですね、こう学費をこうグラフ化して表にしていくんですけど、大体ここで大事なのが、ご夫婦のご年齢とお子さんのご年齢なんですね。日本なにるおいほど。て、やはり所得の、ピークって55歳くらいが所得のピークになってくるんですけど、そこのピークと学費のピークがこうどう重なるのか、あるいは重ならないのかっていうところかと思います。例えなるば、ほどですね。私で言うと、26の時に第一子が生まれたんですね。なので、やはり、所得が、まあ、私がもし会社員であれば、所得が上がりきる前に結構大きな学費、大学費がかかってきて、結構大変なんですけど、一方でそこを乗り越えてしまえばですね、老後は結構楽なんですよね。学費が早めに払い終わってしまって、その後老後資金を貯めれるんですけど、で今、例えば40歳で第一子お生まれになったりするとですね、例えばこのグラフで言うと、今、この54歳、ご主人54歳、奥様52歳で学費のピークが来てるんですけど、その時にご主人が60歳とかなってしまうとですね、もうなんとか払えるんですけど、老後資金が全然貯めれないとかっていうことになってしなまるいほます。ど、なるほど。このお子さんのご年齢と僕のご年齢がどうなっているかっていうところはですね、やはり一度しっかり検証というかですね、見てみるのがいいのかなというふうには思います。なるほど。確かにあれですよね。当然、支出があるということは収入があるということが前提となりますから、そういう意味で言うと、そこの部分もしっかり含めて、どういう、まあ、根拠で出せるのかということ。それを先ほどね、冒頭おっしゃっていただいたこと、すごく印象的だったんですけども、子供のためにっていう、すごいね、尊い思いはありながらも、当然、親としての、まあ、個人としての幸せとか、そういったこともきちんとかけていただく、まあ、そういうバランスの良い、って、まあ、こういうのを一回決めてみると見えてくるってことですね。そうですね。はい、本当にまさに子育て終わったご家庭のですね、ご相談もあるんですけど、ああ、本当なにるほど。学費をかけすぎてしまってですね、ああ、も逆にですうね。全然今貯金ないんですっていう60歳のご夫婦とか、なるほど、なるほど。で、何使ったんですかっていうとですね、子供3人の学費全部使い切ってしまって、もう貯金がないし、退職金で住宅ローン返し終わったら老後不安なんですっていうご相談も実際ありますので、そうするとやっぱり逆に言うとお子さんたちが将来ですね、その親御さんたちの、まあ、介護とか世話とか金銭的なところで逆に苦労してしまう可能性もあるので、まあ、そうなってしまうと本末転倒な部分もありますので、まあ、そこもしっかり、トータルでのご夫婦ご自身のですね、マネープランっていうところも大事になっていくかなとは思いますね。なるほどね。ありがとうございます。ちょっと先ほどの、大学の、少しスライドもう一回見せてもらってもいいですか？
ちょっと待ってね。あ、この辺ですかね。あ、そうですね。ありがとうございます。今だからであれですよね。だからこう、まあ大学が非常にやっぱり大事だと。そうですね、はい。確かに大学、そうですよね。いさしか系に行ったら、もうね、桁が違いますって話ですよね。そうですね。でもとはいえなんかこう、子供がもしかしたらそっちに行くかも、みたいなこととか考え始めたら、それもうなんか、どうしたらいいのかってなっちゃうじゃないですか。そうですね。まあ、なので、まあ、そこがもし想定されるならば、逆にもう早めに準備をするしかないっていうところなはるほどですね。ありなまするほどね。ね。はい。逆に言うと、あれですよね。もうだから準備を、するならば、まあもちろんそうだし、できないならば、じゃあ国立の中で、じゃあ、例えばね、医科、歯科ってことであれば、国立の中で、医科、歯科系に入れる。となると結局受験勉強どうしますかって、そういうことになっていくわけですよね。そうですね。はい。まあ、学費の、まあ、ある意味、質食いなところはですね、いつかかるかっていうところが、ある程度想定はできるところなので、ああ、なるほどですはい。ね。計画はしやすいのは間違いないですね。確かに確かに。必ずね、15歳になったら高校だよねとか、中そうで学す。だよねとかっていう年齢が決まってるってことですよね。あ、そうですね。はい。なるほど。で、実際にはここの、今ここに書いてあることは、これ学校にかかる学費っていうことなんですか？おっしそゃるれ通りとです。も、習い事とかそういったことも含んだもの？学校です。習い事は入ってない。学校です。なるほどはですね。なんかその、それこそね、大学受験とかを考えると、じゃあそこに塾があるよねとか、参考書必要だよねとか、なんかそういった話もまたここに含まれてくるのが、ますますあの親の悩みとして、もうどうしたらいいのさ、みたいな風になりがちな部分なのかなというふうに今ちょっと思っでたすんですけどね。も、はい。は本い。当に私も受験の経験してですね。やっぱり塾ってこんなに高いんだって今、本読みでアドバイスはさせていただいてるんですけど、実際請求はい。書が来るとですね、やっぱり塾代はびっくりしますね。なるほど、なるほど。はい。これある実んです際、か？そういうなんか情報も。あ、ありがとうございます。はい。まあ、これは中学受験とかになりますけど、やっぱり相当がかかってはきますよね。なのでそういう意味では、よく聞く話という意味では、例えば高校にし、を私立に行くのか、公立に行くのかっていうところで、当然、私立の方がお金はかかるんですけど、そのままもしその私立がですね、付属高校とかであれば、当然受験はないので、予備校代となるほかど、なるほど。かかるんですね。はい。一方の公立の場合は必ず予備校に行かなきゃいけないとか、塾代とか結構かさんでくるんで、実際、トータルで見ると私立に行ってもですね、公立行っても変わらないっていう、まあ、こともあります。そこは経験された親御さんに何か聞いたことあるんですけど、はい。もうね、そういう意味では、塾代っていうところはやっぱり、まあ、しっかり見通すべきところかなとは思いますね。なるほどですね。宿題それでいくと、大体要は年間でいくと、あれなんです、学年によっても全然違うんですね、実あ、そう際。ですね。はい。一年生からだと、まあ、一年生、まあそうですね、一年生からね。コースもありますもんね、実際ね。で、やっぱり、だんだん上の方になってくると、金額も高くなってきてと。まあ、これでじゃあ、私立の中学校、ないしはまあ、中高一貫校だと、まあ、高校の受験はないけど。そうですね。はい。そういったことですよね。そうですね。うん、結構、なん私立、で、まあ、学校によると思うんですけど、かなり学校の方で補講してくれたりとか、逆に受験対策やってくれたりとか、かなり手厚いっていう、まあ、学校によるとは思うんですけどね、そういう声もありますしね。あるで、程度、それこそ志望校を決めてみたいな時には、次の出口ってどういう形になってるんだっけ、その出口のためにかかるお金ってなんだっけってことも含めて、単純に学費だけではなく、その次に進むための、こういう金額もある程度シミュレーションした上で考えた方がいいと、そういうことなんでしょうね。あ、ちょっとですね。はい。で、そういう意味では、本当に先ほどの、このシミュレーションなんですけど、これってまあ、専用のソフトで作ったりもするんですけど、一方で、この Excel とかでも、ある程度ね、皆さんお仕事で使っている部分はあると思いますので、こういった、まあ、お子さんの年齢と、世帯主と配偶者の年齢入れて、で、大体いくらずつかかるっていうのをですね、結構自作で Excel で作る方もいらっしゃるんですけど、なまあ、るそういっほた形ど。でトータルを出すこともできますね。当然そこに自動手当も入れたりとかもできますので、はい。あと、まあ、Excel で自分でお作りにならずにでも、まあ、いろんなフリーのソフトとか、まあ、当社であれば、まあ、専門的なソフトも使ってますけど、いろんなソフトありますので、それで一体こうシミュレーションしてみると、結構見える化していいかなと思います。
本当なるにほど。学費にかからずなんですけど、将来のことって漠然としてるから不安になるんであって、数値化して見える化するとですね、意外とはっきりして、そのモヤモヤしたものがクリアになるっていうのはありますね。なるほどね。そういう意味で言うと、まず一旦決めてみるみたいなことが大事なんですかね。そうなんですよ。仮でいいので、例えばご自身の、まあ、ご夫婦での、まあ、経験ですよね。まあ、自分が私立だったら私立で、まあ、大学は、文系の自宅から通ったなっていうところで、実際今の、まあ、水準だとどれくらいかかるのかなっていうのを、まあ、仮でいいのを一旦入れてみるとですね、まあ、軸ができますので、まあ、そこから上振れ、下振れっていうところで考えていってみれば、まあ、思いますね。なるほどね。じゃあそういう意味で言うと、こう収入がいくらぐらいあるから、実質このぐらいできるかなという発想よりは、一旦こう仮で決めてみると、このぐらいの支出がかかるのねってことは、収入って、いや、そんなにないぞ、どうするんだっけと、こういう揺れ戻しが、あ、そうです何ね。度も家庭の中で話し合われていくって、そういうことなんですね。あ、おっしゃったと思います。ありがとうございます。ちょっとチャットでもちょっとご質問いただいておりまして、最近ね、特にインフレみたいな話がありますけれども、この今後のインフレ、どういうふうに見て準備したいでしょうかということについては、岡田さん、いつもどんなふうにお答えになってらっしゃるんですか？そうですね。物価上昇に関してはですね、特に昨今かなり注目がされております。で、実際ですね、データも見てもですね、学費自体もですね、ずっと上昇はしてます。で、詳細にデータ見ると1.7%上昇っていうデータもあるんですけど、まあ、我々見るとき大体1%ぐらいの上昇率は見ております。はい。もうでそこも、まあ、ただ、まあ、例えばお子さんが中学生で、高校とか大学費用って見たときにはそこまで大きな上昇ないと思うんですけど、まだお子さんが未就学とか小学生の時であれば、当然10年、15年っていうスパンでいたときには上昇の影響はあると思いますので、そこでお子さんが小さい方はその上昇の可能性も、シミュレーションに組み込む必要があるかなとは思いますね。なるんですね。なるんですね。ありがとうございます。だいぶイメージも少しずつ湧いてきた部分がありますけれども、少し、次の質問でもいきたいというふうに思います。続いての、いただいたところが、この高等教育のための支援計画が不安ということで、先ほども少し出てきましたけれども、かなりやっぱりバリエーションがありますよね。で、その中で、まあ、備えあればみたいなところはもちろんわかるんだけれども、とはいえみたいなところの部分の、そもそもの演出するための考え方という、計画的にこれを準備していくというふうになったときに、何かこう考えていくべきこと、まあ、それこそさっきね、留学とか、私立大学理系、まあ、もっと言うならば医科歯科系、もう、親としては応援はしたいけれども、みたいな、そういったところに、どのように、この、まあ、不安はやっぱりどうしてもある部分を、どういうふうに備えておくのかっていうこと。そのあたりは何か、工夫できることとか、できること、私たちあるんでしょうか。そうですね。まず、二つ視点がありまして、一つは、まあ、少し長期的な10年以上の準備期間がある場合とですね、まあ、もう10年切って、あと5年とか3年とかっていう短期的な部分、まあ、二つパターン考えるべきなんですけど、まずある程度期間があるんであればですね、先ほどのシミュレーションをしっかりやればですね、当然、いついくらかかるかっていうのはわかりますので、それまでに、毎年いくら貯めなきゃいけない。で、毎月いくら貯めなきゃいけない。自動手当をこう当てようとか、あるいはボーナスをこう当てようっていうことは計画はできると思うんですね。まあ、なんで、まずは一番大事なのは想定を明確にすることですね。まあ、仮でも本当にいいので、仮で、お子さんが18歳の時までに500万貯めるですね。まあ、そういったものをしっかり明確に持つのがまず一つです。あとですね、少し、もう少し短めになった時にですね、ちょっと共有いただきますね。いろんな方法があるんですけど、やはり大きく分けるとやっぱり借りるともらうっていうところ、2つに分かれるかなと思います。で、意外とですね、盲点なのがこの贈与ですね。当然おじいちゃんおばあちゃんからですね、の贈与なんですけど、これ実は住宅購入の時のアドバイスもよくさせていただくんですけど、なんかこう、まあ、私もね、親の立場で、あるいは、自分のね、親もいますし、こう、親から、自分の親から、じいじばあばから何か贈与をもらうってことに関して、自分からお願いするとかってちょっとしにくいと思うんですよね。
はい。ただ、実際問題、それをしっかり考えてくださってるおじいちゃん、おばあちゃんもたくさんいらっしゃいますので、なるほど。やっぱりここは当然もらえるものであればもらった方がいいと思います。はい。で、逆にそこでもらえなければですね、まあ、おじいちゃん、おばあちゃまが最後、一生全うされた時にですね、まあ、相続で入ってくる部分でありますので、それがやっぱ早めに来た方が、当然、お子さんのためにもですね、非常にいいと思うんですね。で、そういう意味では、何かのタイミングで、例えばですけどね、よく魔法的な話になってしまうんですけど、ご実家に戻られた時とかにですね、今、教育資金の、シミュレーションを、やってるんだとか、いう話をしてですね、で、実は、まあ、嘘でもいいっていうか、例えば、FP、ファイナンシャルプランナーに、資金計画を作ってもらう上で、言われたんだけどって、おそらく、おじさま、おばあさまとかも、お父さま、お母さまとかも、贈与とか考えてる可能性もあるので、その可能性があるんであれば、どれぐらいなのかっていうことは確認しなさいって言われましたと。なるほど、なるほど。親御さんに確認しなさいって言われたので、ちなみに考えてたりするみたいな感じで聞いてみるとですね、実はこれぐらい用意してたんだよとかっていうですね、いうことはやっぱり言ってくる可能性は十分ありますので、なるほど。ここはですね、お子さんのためにもね、ご自身たちのお子さんのためにも、一旦やっぱりそこの部分は聞いてみるといいと思うんです。なるほどね。そういういきっつかのか時けもをぜひ、まあ作っていくってはい。ことが重要だということですよね。きっそかうけです。を作っていくってことが重要だということですね。ちなあみにと、この500万円の一括贈与特例っていうのは、すいません。どういう仕組みなんですか？これは外部のね、記事になるんですけど、で、これはちょっと期限付きなっていうところもあったんですけど、こちらですね。1500万まで、いろんなですね、条件をクリアしなきゃいけないんですけど、まあ、一定の範囲内で、条件クリアすればですね、贈与ができますので、まあ、それを受け取って、教育資金に使うっていうことができます。で、結局、最終的に相続になった場合も相続税もかかりますし、この制度を使わずにですね、いわゆる歴縁贈与とかって毎年渡すっていうのもかなり手間はかかりますので、やっぱりこの、まあ、教育資金として、まあ、贈与を受けるっていう制度を使うとですね、まあ、ある意味、こう、税金という面で一番このメリットが大きいので、あと、まあ、受け取る方も、非常にこの、まあ、親世代、まあ、つまり、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんから見る子供世代にとってはですね、まあ、ある意味、こう、ストレスなく、もらえることもできるので、まあ、そこはぜひ活用しているといいかなというふうには思います。なるほどね。まあ、いずれ何かそういった形の、まあ、相続税みたいな形である、相続の形であるのであれば、タイミングを、ね、家庭にとって一番良い時に、まあ、できる可能性もあるかもしれないです。ということですかそうね。ですね。はい。はい。ありがとうございます。補助についてですね、次。そうですね。これも大学とか自治体とか、たくさん今、奨学金制度もありますので、で、意外と知られてないのが、財団法人とかの奨学金ですね。例えば、一番多いのが、金 S 財団っていうところがあるんですけど、ここがですね、毎年600人募集してるんですね。すごいですはね。い。月額10万円とかで、で、全部給付型でもありますので、こういったものにやっぱり申し込んでみるとかですね。はい。あと、スカラシップ入試という形でね、各大学での、まあ、費用が免除になるような奨学金制度もありますので、これであれば早めに、まあ、合格も出ますので、まあ、こういったものにチャレンジしてみるとかですね。まあ、そういった意味では、本当にこう、進学したいとか、学習力高いお子さんとか、あるいは親御さん自身もですね、まあ、資金的には少し厳しいけど、なんとかしてあげたいって思いがあればですね、いろんなやはりこの制度がありますので、まあ、そこをしっかり、確認しながらやられるといいかなというふうには思います。なるほどね。ありがとうございます。まさにそういった、まあ、いろんな選択肢がそもそも、まあ、そもそも借りるもあるし、もらうもあるしと、自分たちで何とかするって以外の選択肢もあるのだというところで、計画を立てるときにも参考にしていただく、そういうことですね。そうですね。はい。ありがとうございます。それちょっと次の質問にも行きたいなというふうに思います。ぜひなんかね、皆さんも、ここら辺より今度聞いてほしいとかありましたら、チャットの方でもまたいただけたらと思います。
あとは習い事ですね。これは結構悩ましいとこだと思うんですけれども、まあ、かけるべきっていう質問もなかなか難しいかもしれませんが、先ほどのような塾みたいな、もちろんそういうね、わかりやすく進学のためのっていう話も、もちろん、先ほどね、情報いただいたりしてたんですけれども、それ以外にね、本当に習い事、先ほどね、中村さんも自分のお子さんにいろいろやってみたっていう話もありましたけれども、実際ね、じゃあスポーツやってみようかとか、最近だと例えば、まあ、プログラミングやらせてみようかとか、英語、語学大事だよねとか、まあまあ、いろいろありますよね。で、そういった中で、まあもう本当に、まあもう無限に 選択肢があるよねという中で で、特にね、それこそ子供の興味関心みたいなところにできるだけ講演したいと思うと、もうなんか、これっていいんだっけみたいな。もうこういうのはなんか、ちょっとなんか参考になる、ちょっとでも取っ掛かりになるような何か情報とかあったりするんでしょうか？そうですね。ここの、私のその、まあ、そうですね。子育て世代のご家庭からの、まあ、お金の相談のところの経験値的なところになってしまうんですけど、やっぱりですね、ご収入と、まあ、支出があると思うんですね。で、習い事って表現になってくるので、おそらく、小学校、中学校、高校、まあ、小中ぐらいだと思うんですけど、まあ、基本的には小学校、中学校の時っていうのはですね、当然、高校、大学よりも学費はかからないんですね。で、その時に、習い事を、やっぱりまあ、ある程度余裕が出てしまうとですね、習い事を結構際限なくやってしまうご家庭もあるんですけど、その時にですね、当然、キャッシュフローベース、まあ、入ってくるお金と出ていくお金のバランスなんですけど、ギリギリになるような習い事とかですね、そこは当然もう、当然、危険ないんですね。そうですよね。なるほどですね。まあ、要は、後々、その後にかかってくるお金というものはちゃんと確保しなきゃいけないということですね。おっしゃるとおりです。なので、必ず、この小学校、中学校ぐらいのところでは、まあ、中学校で私立と少し違うんですけど、小中公立であれば、基本的にはキャッシュフローベースで、プラスに必ずなっていないとですね、高校、大学で必ずマイナス、ドマイナスになってしまいますんで、その段階で、例えば、まあ、計画的にいくら貯めるかっていうのを逆算した上で、まあ、3万なり5万なり10万なりが、必ず家計上で浮いてる状態にしないとですね、必ず後で大変なことになりますので、そこの範囲内をどう見極めるかっていう、ボーダーラインを必ず5分で決められた方がいいと思います。なるほどですね。マックスを考えていくと。あ、そうですね。もちろん、興味関心やあれ習いたい、友達があれしてるから、みたいな いろんなね、声で出てくるとは思うんですけども、とはいえ、限度をちゃんと決めておくっていうことが、そういったなんか子供からの声とか、そうママです友ね。からの声とか、そういったところに対する、まあ、一つの、なんですね、判断軸になっていくということですね。そうです。なので、何かを始めるんであれば何かをやめるっていうことも本当に大事かなとは思います。そうですね、確かに。私も同様の立場で、もちろん逆に結構、こんなこと言ってますけど、小学校でやらせすぎたなと思ったりしますけど。それどうやって気づいたんですか？偉さすぎたなっていう。あ、やっぱりその、子供はですね、やっぱ友達がやってるからやりたいとか言い始めたときに、ああ、気なづいるたほらど。3つ4つ5つとかなったときに、これはまずいなと思いましたね。なるほどですね。やっぱ当然嫁から総額見せられたときに、こんな勝ってるのっていうのはやっぱり気づきまして。これはまずいと思ってですね。ちょっと、制限しましたね。たまらんですよね。なんか全部良さそうに見えるんですよね。そうですね。親先ほかどら申すしる上げたと。ように、本当に、うちの息子の自転車みたいにたった1万円の投資で、やっぱそこですごいね、成長してくれたりとかっていうこともありますんで、本当確かにに確かおに。金かけない、形のいろんな刺激とか習い事とか、あるいは経験っていうのもあるのかなとは思いますしね。なるほどね。なんかいろいろやってみたり、それこそいろんな方々に触れていく中で、まあ、ちょっとなんかコスパっていう表現がいいのかわからないですけれども、コスパ的にこういう習い事もあるよ、みたいな、何か、そういうものってあったりしますか？どうですかね。でも、私のね、その地域の、団体がやってるような、そのボランティア、ほぼボランティア的にやっていただけるのは柔道とか、剣道とかありましたし、警察の OB の方がやってるようなものとかですね。そういう場所に助かったなっていうの経験はありますかね。確かに、習い事ってね、もちろんなんとかスクールみたいな形で月謝がっていう形のもの以外のものもあったりしますもんね。じゃそういったものも一つ選択肢に入れていくということね。この間最近面白いことを言ってた人がいて、ちょっとご紹介できたらと思ったんですが、ちょっと私の、最近のヒットだったことなんですけど、
だから習い事って、まさにこういう話があって、習い事ってどうしたらいいかねみたいな話になったのに、習い事って結局子供を成長させるためにやるわけでしょと。で、子供が成長するのに一番いいのは、早寝早起き朝ごはんなんだと。だから、一緒に早く寝るっていうのが一番習い事じゃないけど、もうそれが一番優先順位が高くて、習い事のために夜遅くまで、なんか起きてなきゃいけないとか、帰りが9時になる、10時になるみたいなこと自体が、ほんま、健康なんだって言ってる方がいらっしゃって、早寝早起き、朝ごはんが習い事って考えてみたらどうって言われて、確かにって思ったっていう。いや、そ本ういうの当もに。確かにあるかもしれない。お金がかからない、まあ、子供にとっての成長っていう意味でね、いろんなことを考えてみると、もしかしたらそういう選択肢も発想の転換としてあるかも。そうですね。なんか本当に、最近高校生になって、ある程度こう会話で普通に通じるなって思うのは、やっぱり習い事とかよりも、やっぱり子供とどっか山登ったりだとか、キャンプ行ったりだとか、まあそういった経験の方がもしかしたら、非常に良かったのかなって。多分子供って多分、習い事から学ぶのもあると思うんですけど、親となんかいろんな体験をするってことの方が、やっぱりいろんなこの学びというか、成長というか、思い出っていうところでは、大きいのかなっていうのは、ちょっと今、高校生になって、やっぱり話をすると、そんなことは最近感じたりはしてますね。確かにそうですよね。まあ、確かにそうですよね。そういう意味では、なんかこう、近所を散歩するみたいなのでも、もしかしたらその体験という意味では、まあ、そこで気づくこととか、学ぶこととか、何かね、発見があったりするのかもしれないですね。なるほど。ありがとうございます。では、ちょっと続いての話に行きたいと思います。少しね、先ほど触れていただいた部分もありましたけれども、教育関連の補助金、どう活用すればいいかわからない。ということで、特にね、先ほどは、もらうの話もありましたけど、借りるの話も結構いろいろとあって、なんか、先ほどのキエス財団の話もそうですけれども、なんか本当にね、いろんな情報あるんだな、というところですけれども、そもそもなかなかそういう情報に、まあ、出くわさないと、ということも、あったりするのかな、と思うんですけれども、なんかこう、こういうサイト見るといいよとか、で、こういう制度あるよとか、この人の SNS チェックするといいよとか、なんかぜひそんな話もいただけたら、いけたいなと思って、いかがでしょうか。なるほど。そうですね。私もちょっと正直、いろいろサイトは自分で見る方ではあるんですけど、特別この間まとまってるっていうよりかは、やっぱ政府の出してる、まあ先ほどのシートもそうですし、あと行政の方が結構出しているのがいろいろありますね。各、お住まいの市町村であるとか、あと、県ごとでも結構あったりするんですよね。これはややこしくて、市町村があって、県があって、国があるので、ね、それぞれの、やっぱり住んでらっしゃるところのホームページとかでご覧いただくのもいいのかなと思います。で、一つあるのは、ども率直に申し上げるとですね、ご収入っていう、まあ、親御様のですね、ご収入っていうところで、やっぱりそこは補助っていうところはですね、大きく、分かれてくるところかなと思います。で、例えば、住民税非課税世代の方とかですね、あればですね、かなり手厚い補助がありますので、そこはですね、本当に、まあ、行政の方のホームページといろいろ載ってますので、まあ、ご相談、いかにも市役所とかですね、直接問い合わせもできますので、そこは本当に、私も、以前調べたとき結構びっくりしたんですけどね、ここまで補助があるっていうところもありますので、例えばですね、ちょっと、じゃあ、応援共有しましょうか。これも文部科学省が出している、データです。ただ大学、高等教育っていうところなんですけど、授業料、の、減免とかですね、給付型の奨学金っていうところ、これ一覧で全部出ているんですけど、かなり詳しく出てます。どんな制度なのっていうところからですね、免除したり、減額されたり、支給があるよっていうところですよね。で、まあ対象っていうところでですね、やはり、世帯収入とか資産の要件を満たしていることっていうところと、学び意欲がある学生っていうところなんです。ここの部分が該当する方に関してはですね、国がかなり手厚く出しているなっていうところがありますので、例えばですね、給付型で年91万円もらえたりとかですね。
まあ、大学入学金でこれぐらいとかですね。うん、私立だとこ大れぐきいらいでもすらえよる。ね。これうん。結構大きいです。はい。大きいですよね。これは給付型なわけですもんね。そうです。はい。うで、ここは住民税非課税世帯っていうところにはなってしまうんですけど、ん。うん。まあ、やっぱり該当する方にとってはかなり心強いかなというふうに思います。なので、もう教育、まあ、収入面的なところで教育資金がっていう声とかも正直ありますけど、やっぱり、そういう意味では日本では、ある程度こうインフラが整っているとは思いますので、まあ、そこをしっかりフルに活用されるといいのかなというふうには思いますね。なるほどね。ですから、そういう意味では、ベースラインとしての、こう、ある意味で、こう、本当に国のインフラとして、本当にやってる部分っていうのは文科省と、あとは、ジャストさんですかね、日本学生支援機構さん。まあ、この二つは、まず、最初に調べていただきたいところなのかな、とね。はい。いうところですかね。私も奨学金は、実は、借りまして、あ、そうなんですね、ご自はい。身の。そうはですね。まあ、私立に、の大学に行って、そこで体育会の部活に入ってですね、合宿生活をしてしまったので、い。なるほど、なるほど。バイトができなかったってこともあってですね、学費は全な部る親ほ父がど。支払ってるんですけど、バイトができない分、やっぱ食費とか、まあ、飲み代とかないってこともあってですね、うん。月5万円ぐらい借りて、まあ、最終的に、まあ、利息は少しついたんですけどね。社会人になってから少しずつ1万、月1万5千ずつ返していったりしましたね。はい。なので、まあ、借りれるか、給付か、当然、貸与かっていうのはあると思いますけど、まあ、様々な制度がありますので、逆に、貸与であれば、親御さんの収入ほとんど、まあ、関係ないってこともありますので、ここを活用されるのもいいかなというふうには思いますね。なるんですね。確かにそうね、貸与というところでは、最近ね、企業さんが、そのね、貸与の返済を、企業側が少し肩代わりしますよ、みたいな、そんありな、ますね。企業さんが出てきたりとか、そんな話も、伺ったりしますので、なんかそういう意味ではね、自分たちが、教育っていうところだけじゃなくて、子供自身がそれを返していくっていうところを手助けするような、そういった制度を、導入しているような企業とかもあったりするというのも、なかなか新しい動きだなということを思ったりしますね。そうですね。うん。あとはなんかその先ほどの非円通財団みたいな話とか、ああいうのってこう、奨学金とか、そういった仕組みっていうのは、なんかどんな風に調べるといいんですかね。自分がこう対象のものって知りたいじゃないですか、すごい。ああ、なるほど。そうですはい。ね。すいませんですね。まあ、ご収入が、まあ、ある程度、おありで、そういった、まあ、行政等のですね、支援が、まあ、受けれないぐらい、まあ、ある程度、年収が高くなってきたときには、やはり、一番でも、分かりやすいのは財団系かなと思いますうん、ね。そうはい。なんですね。はい。あとは、本当に、大学の特待生的なところもありますし、そういう意味では、本当に、日本って、まあ、今、第3子の、児童手当が増額されて高校生までっていう話もありますけど、やっぱり、ご収入がある程度、例えば、高校の、無償化のラインの910万円ってラインがあるんですけど、そのラインを超えてきたご世帯っていうのは結構実は大変だったりします。はない。るほど、なるほど。なので、逆にそこの世帯に対しての援助は正直手薄だと私も感じておりますので、なるなほので、どですね。やっぱり、まあ、ある意味、財団の、奨学金とか、大学の特待生とかですね、そういったものを受けれない可能性もあるんであれば、なおさらやっぱ早めにご準備されるのがいいのかなと思います。なる逆にご収入が高いということは、少しこう、支出の部分を工夫すればですね、貯蓄もやはりしやすいと思いますので、ほど。早めに計画を立てて、手を打たれるのがいいかなとは思いますね。なるほどですね。ありがとうございます。ちょっと投稿も、ちょっとこの辺の奨学金に関しては、少し、初めての方もいらっしゃるかもしれないので、ご紹介すると、投稿実は学費に関しては、全額無償にするんだって言って、投稿独自の、これは、投稿に通っていただく学生さんに向けた奨学金制度っていうのを実は作って、やってたんですよね。で、その時に、世の中にある奨学金って、もう本当に情報まとまってないなというふうに思っ確かて、なんか、それこそ私も金融財団さん見て、すごい仕組みあるじゃん、みたいな に。改めて発見するみたいなことがあって。で、ちょうど私が調べてたときに、ガクシーさんというサイトが実はあって、ちょっと今、あったのでご紹介できたらと思うんですけれども、こんなサイトが実はあるんですよね。で、これは私たちこの会社さんと別に何か提携してるとか全然ないんですけど、
私たちが奨学金制度を設計するときに、ちょっと参考にしましたっていう。ここのサイトでいろんな奨学金制度を調べてみて、例えば支給対象で大学とか、対象地域でどこどことかって、例えばわかんないですけど、じゃあ北海道とかって検索すると、で、大学で北海道の人で大学で当てはまりそうなものっていうのが、なんか91件ありますよと。で、もちろん中には、交通維持とか、ある程度こう、条件があったりとか、支給対象も本当に人数様々だったりとか、するんですけれども、こういったものを一つ一つ見ると、まあ、給付型のものもあれば、貸与型のものもあって、というような、仕組みが様々あって、こういうのも見てみると、もしかしたら、一つ、参考になるかもしれないな、ということは、ありがとうございます。これ私知らなかったです。これちょっはい。と聞きたいけそうです。ランキングとか。ど。様々なこういうね、情報があって。まあ、朝日奨学金制度とか。はい。いろんな、ね、仕組みがあるので、ぜひ、こんなのも参考にしていただけるのかなというふうに思いました。はい。でも結構ね、本当に、あ、こんなのもあるんだっていうの発見が、結構あったりするので、見ていただくとすごくいいのかなというふうに思います。ありがとうございます。では、ちょっと次に行きたいと思います。トピックですね。周りに、まあ、相談できる人がいないという、まあ、非常に切実なところがあり、まあ、将来に向けていくら稼ぎか、夫婦で一緒に考えるのが難しいと、他に関する夫婦のコミュニケーションを悩んでる。なるほど。ちょっとイメージもね、なんかちょっと光景というか風景というか ちょっとシーンがね、イメージできるところもありますけれども。あとはね、地方は情報が少なすぎると、周りには情報を知らない人ばかり、こんな保護者ができることを教えてほしい。そんなお声もありました。このあたりは。そうですね。まず一つ目の、まあ、ご質問に関して、やっぱり第三者を入れるってとても大事かなというふうには思います。なるほど。お金にまつわる相談って、夫婦でこう向き合うって結構難しいかなと思ってまして。やっぱりお金のことって、まあ、稼ぎのどちらが稼いでるのっていうとか、どっちがどう使ってるのってなるとですね、結構やっぱり感情的なところも入ってきたりしてですね、あまりこううまく話がまとまらないなと思ってまして、なので、やっぱり第三者って、例えば我々の FP でもいいですし、あるいはまあ、塾のね、先生でもいいでしょうし、第三者に入っていただいて、まあ、その会話をするとか、シミュレーションをするとかですね、分析をするっていうのはすごくいい、いいかなと思ってます。なので、まあ、おそらく、配偶者の方が乗る気じゃないとかですね。まあ、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、そういった場に、まあ、配偶者も連れて行って、一緒に考えてみるというのはすごくいいかなとは思いますね。要は、考える、例えば先ほどのライフプランのシミュレーションの、お金のこの数字とか、グラフとかあったと思うんですけど、結局、会話ベースだとですね、何もこう、人ってこう、対面で会話をしてしまうとですね、自分と他人というところと向き合ってしまって、こう、若干こう、バトルになってしまうとかあると思うんですけど、何か検討する土台が一つあるとですね、夫婦が横に並んで、その一つの課題に対して向き合えるんですよね。これ結構コミュニケーションが上手いかなっていうのは、まあ私いのやー、経験からとても。重要ですね、それね。そこに仮に第三者とか専門家とか入っていただくと、よりこう、冷静な話ができるかなっていうのは思いますね。確かにこういうのってね、すごく、それこそ個人の価値観とか、自分はこうだったみたいな体験とか、そういったものがね、やはり、そもそもずれていたりすると、こんな前提だった、こんな前提だったみたいなところで、噛み合わなかったりとか、ということも当然ありますよね。そうですね。で、なんか、本当に私も、本当にたくさんのご夫婦とお会いしてですね、もういろんなお金の相談とか対応させていただいたんですけど、まあ、これ私の主観なんですけど、やっぱり夫婦って、男女ってですね、多分、違う要素があるから惹かれると思うんですよね。だから性格とか価値観とか、結構真逆のご夫婦が結構多いなと思ってまして、まあ、ある程度共通する部分はあると思うんですけど、例えば、旦那さんが数字にすごく強くて、資産運用得意なご主人の場合は、奥様はもう全然わからない。もう任せみたいな。なんかそういう違う価値観を持った男女がやっぱり好かれるものだと思うので、まあ、そこにおいてやっぱり、なんか違う価値観とか脳みその構造が違ったりするとですね、なんかぶつけ合うと結構大変なのかなと思うので、やっぱりお互い二人、まあ何か同じ共通な課題を二人横に座ってみるとか、
まあ、専門家と一緒に話していくっていうのはとてもいいのかなとは思いますね。なるほどね。実際、例えばその中村さんのところとかに相はい。談に来る方っていうのは、一定やっぱり問題意識とか課題意識とかが、比較的ある方がいらっしゃるのかなと思うんですけど、なんか、とはいえ、ある程度ね、こう、一念発起みたいな、聞いてみるみたいな、ちょっと例えば、奥様なのか旦那さんなのかどっちなのかわかんないですけども、どちらかは、そういう選択肢を持ってて、そうではない方は、そんな、なんか、相談乗ってもらうとか、みたいな、なんか、ちょっとあるのかなっていうふうに、ちょっと思ったりするところあるんですけど、実際、どういう流れとかで相談に来ることが多い？でもやっぱり一番多いのは、最初奥様単独で来る場合が多いですね。あ、そうなんですね。あ、まあ、単独なんですね。単独が多いですね。で、まあ、その後に、まあ、いろいろ話をしながらですね、やっぱでもこれって、ね、ご主人もしっかり、認識された方がいいでしょうし、ここでやっぱ話し合うべきことですよねっていうところで2回目に、こう、ご主人もご一緒に来る、まあ、パターンが結構多いですね。なるほど、なるほど。で、そう、シミュレーションとかお金のこともそうなんですけど、逆に、お一人だけで専門家とか、まあ、塾の先生でも、我々でも学校の先生でもいいんですけど、してしまうとですね、その片方の方だけがですね、どんどん情報が入ってきて、どんどん危機意識持っちゃうんですね。なので、情報格差と意識格差がどんどん開いていくんですよね。なるほど。そうすると、なんか余計結構、良くないなっていうのがありまなするほね。どですね。なんかいいですこね。う、強引でも連れて行ったりとか、するとかいいのかなって率直に思います。はい。はなるほどですね。まあ、そういう意味では、そういう、じゃあ、どういう話をそもそも、夫婦なんでしていけばいいのかみたいなことも含めて、まずは単独みたいなところからでもスタートだとしても、いずれその部分があるのであれば、まあ、ちょっとライブで話してみるみたいなこともいいし、そのことも含めて、皆様の方に相談するみたいなことも、もしかしたら選択肢としてあるかもしれないですね。ね。はい。いや、でも、確かに、なんかお金から見える夫婦関係みたいなのも確かにありますよね。ありがとうございます。そうですね。いただいた、いろいろとご質問というか悩みというところの部分は一通り、こう、お話をさせていただきました。少しね、この後、質疑応答というか、いろんな、皆様からのより、もうちょっとこういうことを知りたいとか、そういったことに、こう、少しね、答えできたらというふうに思ってるんですが、チャットの方とかにね、ぜひ、書き込みをしていただけたら、それに対してお答え、できる範囲でお答えさせていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひ、記入もいただけたら、というふうに思っております。で、ちょっとですね、それを、待ってる間にというところなんですけれども、ちょっと質疑応答の話に入る前ですね。せっかくなので、いろいろと、その後の仲間さんにもぜひ、答えになっていただきたいと思うんですが、待ってる間に、私たちからの質問ということで、中野さん、ぜひ、神山丸ごと高専にこういう人は合うよ、みたいなのを ちょっとバツなぎ的にですね、ちょっと付け替えたらというふうに思ってますね。中野さんね、実際の中山丸ごと高専に、調べていただいて、お子様の選択肢としてどうかっていうことを検討いただいたということもありましたので、ぜひ、神山丸ごと高専っていう、選択肢に、こういう人だったらいいんじゃないかな、みたいなことも少し、話していただけたら嬉しいなと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね。本当に本校の、まあ、ホームページとかあるとか、本当にしっかりしたパンフレットまでかなり見させていただいたんですけど、やっぱり、ある意味こう、一言で言うと枠にはまらないような学生さんとかいいのかなっていう。で、もちろん枠にはまることが逆にいけないっていうことじゃないと私は思ってまして、私もいろんな、まあ、息子娘のとか、あるいはその友達とかですね、あるいは自分の経験見たときに、やっぱり子供ってやっぱ持って生まれた特性ってあると思うんですよね。やっぱチームプレーが得意なメンバーとか、あるいはチームプレーよりも自分で考えて行動したいとか、あるいはもうオリジナルなことが好きなこととか、あるいはみんなと同じことが好きなことが、いろいろあると思うんですけど、まあ、神山丸ごと講座さんの場合は、やっぱりこう、どちらかというと、今後の本当にイノベーションを起こせるような人材を開発したいっていう、まあ、そういう思いもあると思いますし、少し枠にはまらないけど、まあ、いろんなアイデアを持っていたりとかですね、ちょっと変わったことをしてみたいとかですね。なるほど、何よりもなるほど。また何かな。好奇心旺盛っていうところが結構大事なのかなと思ったりしますね。好奇心旺盛。まあ、そこが確かやっぱりに、ちょっと、なんおか、にゼロ。はい、神山丸子コースさんのいろんなこの情報とか、教育とかですね、そういうのも本当にこうどんどん入っていって、なんかこう、その未来の人材っていうところで面白いのかなっていう思いはありますね。なんですね。確かに、
いろんな、投稿に学生さん入ってきてるんですけど、その中で言うと、一つやっぱり共通項は、確かに好奇心は旺盛だなっていうのすごい思いますね。結構投稿奨学金の制度もあることもあって、結構実は家庭のバックグラウンドは、経済的なところで結構実は幅広いんですよね。で、非課税世帯も実は、普通いたりとか、そういうことで、いろいろと差はあるんですけれども、その中でも、なんかやっぱり、溢れる好奇心みたいなのがあって 溢れる好奇心を、まあ、どういう形かは、ね、習い事をいろいろやって、プログラミングやってましたみたいな人もいますし、もうひたすら段ボール工作をやり続けましたみたいな 方もいらっしゃったりとかするんですけど、なんかそういう、自分の向き先みたいなものを、こう好奇心のはけ口というか、なんかそういったことをね、すごく持っていた方が多いなという印象は確かにあって、なんかね、こういう習い事をしてる人多いんですよとか、そういう傾向とかね、お話できたらいいんですけど、なんか絶対そうでもないなというふうに思ってて、そういう意味で言うと好奇心の、と、なんかその、なんか、竹口の、なんかマッチングがうまくあって、で、そこでなんかこう、花開いていくものが、結果的に投稿にあっていくみたいな、そんな流れは、まだね、2年目なんで、まだまだわからないところありますけれども、あるのかもしれないなというふうにちょっと感じました。はい。ありがとうございます。ご質問がちょっとなかなか出てこなそうなところがありますけど、何か中村さんの方からこんな話も今日話せなかったけどあるよとか、なんかそんなのってあったりされますか？こんなのってさ、相談事項って結構こういうの多いんだよね。そうですね。でも本当に、まあ、先ほどのお話と、まあ、重ねてにはなりますけど、やっぱり教育って本当に、特にお金の部分で言うと、活況というよりは際限はないと思うんですよね。で、ただその時にやはり、ご自身の、親御さんのですね、やっぱ人生も当然大事なので、そこのバランスはしっかり取るべきかなとは思ってます。多分今日ご参加される親御さんっていうのは、おそらく教育熱心だからこそ、この場にいらっしゃると思うんですけど、当然ね、教育は投資ですからね、そのリターンも当然あるとは思うんですけど、それとも同時にくらいですね、皆さんの人生とか老後っていうところも大事だと思いますので、そこのバランスをどう取っていくかっていうところをですね、やっぱり一旦数値に落としてみると、よりクリアになってきて、逆にもしかしたら思った以上にかけても大丈夫っていうこともありますし、そこがやっぱり見える化するのがとても大事かなというふうには思います。なるほどですね。ありがとうございます。まさにあれですよね。先ほどすごく私も響いた話で、冒頭にね、来ていただいた。まず自分も大事だよっていうことで、やっぱこう、当然、いろいろ答えたいっていう気持ちと、いうのがやっぱりあること。逆に言うと、なんかこう、お金が出ないということは答えられないんじゃないかっていう発想も、そもそもちょっと違うんだよっていう考え方でいいですかね、基本的には。はい。なるほど。ありがとうございます。ちょっと2つほど質問も出たので、ぜひお答えできればと思います。1つは海外というとはい。ころ。またちょっとここはね、少し事情も違うところあるのかなと思うんですけども、何はい。かこういったところに対してはありますか？そうですね。ちょっと画面共有させていただきますかね。はい。留学も、はい、結構ご質問多くてですね。あと、実は私の、今、高3になる娘が1年間、留学に、カナダに留学行きまして、で、あと、今、高1の息子が3年間もアメリカの方に留学行ったんですね。で、まあ、そういった意味で、やっぱり実体験としてあるんですけど、当然、今、円安でもありますし、海外留学に関してはお金はかかります。で、ただですね、それをですね、寮に入るのか、あるいはホームステイなのか、とか、ホームステイもボランティアなのか、お金を払うのかというところでだいぶ変わっていくんですね。で、ごめんなさい、ちょっなとるここはないんですけど、例えば、今、息子が今、アメリカにいるんですけど、アメリカってちょっと高いイメージはあると思うんですけど、私立のそもそも高校なんですけど、学費は、まあ、法律とほぼ変わらない学費ですし、その滞在費に関しては、ボランティアのホームステイでやらせていただいているので、滞在費もかかってないんですよ。はい、なので、一般的な公立校変わらない学費でアメリカに行けてる。まあ、アメリカの費用ですけどね。まあ、年間っていうと、まあ、渡航費含めて300万ぐらい。いけたりだとか。はい。
で、実はもっと高いプログラムを言うと600万ぐらいかかるプログラムがありました。なので、そこの、まあ、どこに行くかっていうところによって、一つアメリカってとってもですね、300万とか600万どれぐらい差が出たりしますので、あまり違いに、言えないかなっていうところもあります。なるあほどね。と、実はこの、今、娘が、ハンガリーの方に、大学行きたいっていうところ今、受験頑張ってるんですけど、東欧ですね、東ヨーロッパは結構穴場だったってありますね。ああ、そうなんですか。あんまり聞かないですけどね、要東ヨは、ーロッパ。学費ほぼかからないんですよ。そうなんですね。国立とかの方無償ですので、要は滞在費だけで、まあ、受かれば、留学もできる。しかも、英語でほぼ授業やってるそうなので、で、海外留学の経験を積めて、学費もそれほどかからないっていうところと、東ヨーロッパっていうところは、もちろん、戦争のこととかもあるので、少し後半もあると思うんですけど、意外とありだなっていうところで、今、娘はそこチャレンジはしてるんですね。なるほど。はい。で、そういう意味では、今、留学という意味では、うちの、嫁がずっと調べてたのが、留学パパっていう YouTuber がいるんですけど、かおなりいろんな情報を発信してまして、それで結構その東ヨーロッパがいいとか見たりとかですね。あと、留学に関しては結構、コンサル、やっぱり通さないとですね、なかなか、アドバイスを受けれないんで、まあそういったコンサルのところでお願いをして、費用を払えばいろんな選択肢を提供してくれるっていうのは、まあ実体験としてはありました。なるほどな。まあ、そういったエージェントさんというか、そういったところに情報を求めると、まあ、結果的にトータルでいくと、いろいろ安い選択肢と、そういったこともご提供いただけるそうというですところですね。かね。ありがとうございます。新ニーサ。まあ、まさに今年はずっとね、皆様の業界でいくと 新ニーサ絡み多いと思うんですけど、教育資金の準備に活用するでしょそうですね。これ期間によりますね。うか。やっぱり5年ぐらいのスパンで見たときは、あまりお勧めはできないですね。はい。やっぱり当然、まあ、NISA なんで株とか海外株式やるとは思うんですけど、当然、投資信託を使うと思うので、大きな、ものすごく下落っていうところは考えにくい部分もあると思うんですけど、当然、例えばリーマンショックとか、コロナショックみたいにですね、下落局面は当然あるんですね、株というのは。まあ、その局面の時に、やっぱりニーサだとですね、当然、その分、保有残高が下がりますので、一気に。解約すると、結果的に損してしまったっていうことも十分起こり得ますので、なので、まあ、5年未、まあ、10年未満っていうところであまりお勧めは正直できない。いいですね。ただ10年超えてくるとですね、そういったリスクもある程度低減はされますので、まあ一つの、例えば学資保険とか、普通の預金の積み立てとかって含めて、全部それでやるのは危険なので、3分の1は NISA を使うっていうところは、まあ10年超えてくるんであれば、ありかなとは思います。なるほど。非常に具体的にありがとうございました。あとは、小学校のオルタナティブスクールに通いたいと考えているんですが、旧制度や支援などはありますか？ちょっとこの情報ないですね。私がちょっとだけ、知っはい。ているところがあるので、まあ、オルタナティブスクール自体は、国としては、こういう機関があるとか、こういう支援、こういうものを、一つの教育機関としてというところは認めているものの、フリースクールへの、国からの補助っていうのはほとんど、まあ、今ないっていうのが実際だというふうに伺っています。それは自治体さんによっては、そういうフリースクールとか、オルタナティブスクール自体も支援している学校もある、学校というか自治体さんもあるというふうにも聞いているので、国全体としては、おそらくまだまだ整備されてない部分があると思うんですけども、自治体さんによってはあったりするらしいというふうに聞いているので、一度多分、オルタナティブスクールさん自体に直接的に問い合わせいただくのが一番確実かなというふうに思います。そこは、直接多分聞いていただくと、こんな仕組みがあったよとか、こんな制度を活用している人たちいましたよとか、こんな話になれるのかなと思いましたので、具体的に該当のところを聞いてみるといいのかなと思います。最後ですね、ちょっとすいません。いただきたいと思います。ハンガリーに興味があったのは娘さんご自身ですからという話もありつつ、海外に目を向くお子さんたちにどのように育てられたでしょうかという、まさに、つながってくる部分があります。最後、ちょっとこちら、教えていただいてもいいですか？そうですね。もともと娘はなんか、ヨーロッパの歴史が好きだったっていうのは一つあるとは思いますね。で、あとは、まあ、やっぱり、私よりも、まあ、嫁さんの影響が大きいかなと思ってるんですけど、もともと嫁が外国大学行ったりとかですね、海外旅行が好きだったりっていうところの影響は正直あったかなとは思います。本当に、そういう意味では、小学校の時に、アジアに貧乏旅行行ったりとかですね、なんか、ああ、そうなんです3ヶね。月にもなんか、本当に、野菜で止まったり、駅で出たりとかしながら、でもしてるので、それもちょっとあったのかなとは思ったりはしますね。初めて海外にお子さんを連れてったの、何歳ぐらいなんです
多分、もう未就学の時になんか言ってましたね。で、そこからある意味でこうね、ちょっとずつ慣れていって、っていうのはあると思う。劇。海外っていうものに対して、なんかすごく、多分ハードルが圧倒的に多分低かったのかもしれませなんるほどね。ですね。まあ、時々ね、人は海外に行くもんだ、みたいな。私、すごい、私、東京から徳島に移住した、この学校の運営のために移住したんですけど、娘、当時、4歳、2歳だったんですね。で、私が、娘から言われて驚いたのは、パパ、次はどこに行くのって言われたんですよ。だから何かというと、要は人間は5年に1回ぐらい移住するもんだっていあう なんか謎の前提が娘の中に作られたっていうのがあっあ。て なんかそういうのはね、すごいなんかあるんだろうなというふうに今すごく話を聞いていて思いました。ありがとうございました。はい。すいません。たくさんご質問いただきまして、本当にありがとうございました。話も尽きないところだと思いますけれども、ぜひ、中村さんはもうね、いろんな話をいただいたところがありましたので、ぜひ、これからもね、いろんな形で、つながっていただけたらなというふうに思っております。はい。今日中村さんのね、この今から、これからの部分で、何か、お知らせがあるというふうにも伺っていますので、ぜひ、中村さんの方から、お知らせいただきたいというふうに思います。はい、わかりました。はい、今ですね、私ども今回、こちらの、神山まるごと講座さんにお呼びいただいたきっかけを作っていただいたのが、マネオワードさんっていう家計簿アプリ、さんなんですけど、そちらをですね、お金の相談サービスっていうのがございまして、これを我々が提携させていただいて、このサービスのご協力させていただいているんですけど、これ何かというとですね、本当にいいサービスだなと私も思ったんですけど、このアプリの方でですね、まあ、いろんな教育資金とか老後資金などをですね、中心にこのアドバイスをですね、プロのファイナンシャルプランナーに求めることができるというサービスですね。で、かつこれ無料です。はい。で、家計の問題点が分かったりだとか、まあ、理想の人生に必要なお金が分かるとかですね、まあ、未来に向けた資産形成始められるとかですね。で、まあ、この本当に、うち今、当社で月100件ぐらいですね、ご相談をお受けしてるんですけど、いろんなご相談があるんですけど、本当に、相談してよかったとは、やっぱり言っていただけてますので、まあ、ぜひ、今回、マネオさんのご縁でもありますので、もしご興味ありましたらですね、こちらの、QR の方からですね、アプリをお持ちの方と、そうでない方ってちょっと別々になってしまうんですけど、こちらからお申し込みいただけると、まあ、当社も対応できますし、当社以外の FP もね、いろんな専門知識を持った FP が、対応してくれるということですので、もうご興味ある方はぜひ、クリックしていただければ、QR で読んでいただければと思っております。はい。私からご案内以上になります。ありがとうございます。大変個人的な話ですけど、私も実はこのマネーフォワードお金の相談、使ったことあります。あ、そうですね。そうなんです。はい。それこそ、ね、子供が生まれた時とか、やっぱり変化がやっぱりあるところがあって、やっぱりわかんないことってすごいたくさんあったところで、情報をいただいて、それこそシミュレーションみたいなことを、まあ、一旦仮で決めてみると、その後やっぱすごく動きやすいなというふうに思ってまして、一旦決めてみると、例えば徳島に移住すると全然変わるわけですよ、ガラッと。子供の選択とかも。その時に決めたやり方とかってこうなんだろうなとか、まあ、そういったことは出てくるのかなというふうに思いましたので、ぜひこういったものも使っていただけたらなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。ではですね、最後、私の方からも少しご案内させていただきたいというふうに思います。先ほどね、中村さんにも少し、当校について触れていただきましたけれども、当校、神山まるごと高専というものが、まあ、どんな選択肢なのかということを、もう少し、お金の話にも絡めながらご紹介できたらというふうに思っております。当校ですね、デザインエンジニア学科ということで、4月の、昨年のですね、4月に開校した学校なんですけれども、学生数200名という非常に、まあ、小さな学校として新しく開校しております。で、県外の学生がね、91%というのも非常に特徴的でして、当校の全寮制なんですけれども、この全寮制の中でですね、いろんな地域から、いろんなバックグラウンドの学生が、全国から集まってくるということ、まあ、これが非常に当校の大きな特徴になっているのかなというふうに思います。で、場所があるのはですね、徳島県神山町という、本当に日本の中山間地域、本当に田舎の一つの町ではあるんですけれども、こういったところで5年間集中した学びをしていただくということを一つコンセプトにしています。
高専、国立が非常に多いので、私立の高専というと非常に珍しいんですけれども、高専は実践的、創造的技術者を養成することを目的とした5年制の学校ということで、一番のメリットはですね、それこそお金で絡めていくならば、大学受験がない。これは非常に大きなポイントなのかなというふうに思います。特にですね、やっぱり高校入って、受験して入って、すぐやっぱり大学受験が付属じゃない限りはありますので、そういった意味では、この高校大学という7年間を最後、社会に出てくまでの5年間、ぎゅっと圧縮して、高等教育機関として、手に職をつけていく技術者として高めていくという、そういった仕組みができるということも、非常に大きな特徴になっているのかなというふうに思います。その中でもですね、高専の中でも東高は、ものを作る力で事を起こす人ということで、ものづくり、そして事を起こし、こういったことをですね、身につけていただくために、テクノロジー、デザイン、企業家精神、この3つを学習していただくことを、一つのポイントとしています。テクノロジーは特に最近はね、生成 AI みたいなことも含めて、AI とかプログラミングとか、情報工学、デジタルな部分ですね。このあたりは非常に、これからも、大事になってくる部分がありますので、こういった最先端の学びをしつつ、デザインということで、様々なものづくりに活かせる魅力的なものを作るための力、そして、ことを起こしているための企業家精神という、こういったものを学習していただくようなパッケージになっています。そして、当校の特にですね、お金という意味では非常に特徴的なのが、奨学金のスキームですね。当校は実は学費が全額無償というふうになっておりまして、全員無償になっています。実はですね、当校を、学費、単独でですね、計算すると実は200万円かかるんです。で、これはですね、儲けていこうとか、そういったものを推奨するわけじゃなくて、本当に充実した、学校というものを、教育というものをやっていこうとすると、年間200万円かかってしまうんですけれども、これをなんとか、家庭の経済的な事情に限らずですね、皆さんに広く門戸を開きたいということで、すべての方にチャンスを届けたいと、そんな思いで、学費の200万円というものを5年間、つまり計1000万円を全部奨学金として給付をすると。で、審査はありません。審査は、何か成績が優秀だからとか、受験でいい点数を取ったからではなくて、高校に入学していただいた方々は、すべてこの奨学金の利用の、資格があります。という、そういう仕組みになっています。この仕組みを作るんですね、私とても頑張りまして、仕組みとしては非常にシンプルなんですけども、1社10億円の出資ないしは寄付を11社から集めて、奨学金基金というのを作る。これ110億円ずつは作りました。110億円の奨学金基金を運用益、利回り、運用していきます。そうすると利回り減、5%で仮に運用すると、毎年5億円程度の、利益が。これを学生に対して給付していく。当校200人の学生ですから、5億円を200人で割ると250万。学費の200万円を、当然カバーして。そして、当校は全寮制ですので、寮費もかかるんですけれども、寮費も世帯年収に応じて半額までは給付することができると。こんな仕組みを作らせていただいたというのが、当校の、仕組みでございます。そういう意味では、お金というところの部分に少し絡めて言うならば、当校のような選択肢というものも、ぜひご検討いただきたいなというふうに思ってまして、こういうね、学校で独自で奨学金を作っていくという、そんな取り組みを少しずつ世の中に広がっていくのかなというふうに思っておりますので、私たちに限らず、こういった学校があるんだということも、ぜひ調べていただきたいなというふうに思います。また、当校ですね、いろんなイベントもまた企画をしてやっております。今回は、どちらかというと保護者様向けの、イベントではあったんですけれども、中学校のですね、方々、中学生の方々を対象にしたイベントを全国各地で開催をしている予定が春休みでございます。3月ですね、東京を皮切りに、東京、大阪、名古屋、徳島、福岡、そしてオンラインということで、全国キャラバン。そういったものを銘打ってですね、特に当校は、起業家が教えるということ、現役の起業家が授業をやっていくということを非常に特徴にしておりまして、最初に入り口としても起業していくということも一つの視野にしていただくということをやっておりまして、いろんなですね、起業家の方々と一緒に全国回りたいなというふうに思っておりますので、ぜひこういった機会も参加として、ご活用いただけると大変嬉しいなというふうに思います。それこそ習い事の話やりましたけれども、起業家に直接起業のことについて教わるみたいな機会って結構、貴重な経験かなというふうに思います。特に中学校世代で行くとなかなかこういう経験なかったりしますので、
無料のね、当然イベントですから、そういった機会も参考にしていただけると大変嬉しいなというふうに思います。こちらのですね、イベントに関しては、今 URL の方も流れましたけれども、イベントのですね、参加の申し込みなどありますので、ぜひこういったところもチェックいただきたいなというふうに思いますし、皆様の何か身近なところにですね、こういったものに興味を持っているような方々がいらっしゃれば、ぜひお問い合わせのでご参加いただけると嬉しいなというふうに思っております。ということでですね、当校の、他のご紹介は以上でございました。当校も、ね、様々な進路選択の役立つの情報なども発信しておりますし、こういったツアーだったりとか、今回のイベントなども、そういったの様々なイベントもご案内させていただいておりますので、本日のイベントアンケートに、ご回答いただきまして、またご協力いただきたいというふうに思いますし、大事なのをチェックいただきたいなというふうに思っております。ということでですね、そろそろ時間でございましたので、本当にありがとうございました。中間さん、すいません。最後、一言だけいただいてもいいです。いえ、本当に今日はこういう機会ね、いただきましてありがとうございます。ぜひ、皆様の、お子さんのですね、教育とか未来に対して少しでもお役に立てればという思いでお話しさせていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では、以上で、このイベントを終えていきたいというふうに思います。ご参加いただきました皆様、本当に改めてありがとうございました。またどこかのイベントでお会いできたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。